はい、どうもタンタンです。今日はこちらですね、カニレア入荷してまいりましたのでご紹介したいと思います。こちらカニレアのね、ユーズド品です。ソプラノサイズの K1SE というモデル名になっておりまして、18年製だと思います。1918年、5年ぐらい前かな、の個体かなと思います。通常の K1S、スタンダードグレードの1本ですね。で、最後の E はおそらくエボニーシバン、エボニーブリッジの E が当時付けられていたかなと思います。こんな感じですね。ポジションマークもね、今は白蝶貝に変わりましたけども、この頃はラニカイビーチの砂をね入れている、こんな感じの、ポジションマークとなっております。非常にシンプルな K1 というシリーズなんですが、真ん中にね、サップがこう綺麗に入ってまして、スタンダードグレードなんですけども、結構木も美しい一本かなと。さらにはコンディションもすごく綺麗ですね。5年ぐらい前ですけども、はい、こんなユーズド品でございます。非常にこう艶っぽい感じの音なのかなという印象ですね。18年ですので、中のブレーシング、ちょっと見えるかな、これはね、今現行のブレーシング の構造とちょっと違いまして、こう丸い穴がこう開けられている当時のブレーシングの仕様で、どちらかというと最近のものっていうのはもうちょっと軽やかな軽快な雰囲気が強いのかなという印象ですけれども、この頃はもうちょっとね、今のやつよりも太めの艶っぽい音になっているような感じがしますね、このブレーシングだと。はい、で、実際この個体に関しても現行の新品と比べるとそんな感じがいたします。でもやっぱりカニレアらしいこう綺麗なクリアな響きっていうのかな、そういうのはすごく感じられますね。で、5年ぐらい経ってるんですけれども、まだまだやっぱりこう使い込まれたっていう雰囲気ではないので、これからどんどん使っていくことによって、もう少し箱の鳴りっていうのがね出せるんじゃないかなと、そんなポテンシャルも感じる一本かなと思います。はい、ということで、こちらカニレアですね。カニレアのソプラノサイズ K1SE というモデルで、1918年製のこちら1本でございます。ユーズド品ですけどね、かなり綺麗なコンディションじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。